焼きそば、焼きそば好きっていうおっしゃってたんですよ。なんであのもう大量のペヤングと焼きそば、もうあのコンビニにあるありとあらゆる焼きそば関連のものを買って、まあ、まずこれを最初に渡して笑いを取って、ちょっとちゃんとしたやつはここにあるんですけど、あ、なんかこれフックなんだ。